たどり着いたら。はい、本日、空港前です。26日、明日聖火リレー走ります。ざっくり11時40分から12時40分ぐらいまでです。はい、与論空港です。映してます。よく皆さんね、旅のブロガーとかのいろんな方にしますけども、ロン空港とかね、ぜひ与論空港まで、しっかり撮っていただきたいというのが、島の人の願いではございますが、まだこの与論空港ぐらいからではですね、まだ緊張感は、漂ってきませんね。14時過ぎぐらいですけども、14時50分、14時30分にチェックインということでございまして、ちょっとこの聖火リレーの旅をちょっと今回また、まとめたいなというふうに思っておりますので、とりあえずたった一人の出発式です。はい、横断幕はございません。行きましょう。行きます。奄美文化センター、ジャーマルチームです。すごいすごい。うわー、もうほら、アイドル。ゴルダス待ってます、ゴルダス。エナオスでトイレ借りれて、エナオスで。
ありがとうございます。どうかどうか、トートがなし、ありがとうございました。心のね、響きを、ありがとうございます。ウクデデク、おお、マジ？ありがとう、ありがとう、トートがなし、ありがとうございます。皆さんぜひ落ち着いたら世論に来てください。世論は待ってます。最高のテーマパークです。皆さん世論に来てくださいね。お待ちしております。ありがとうございました。せーの、世論の Y、 湧いたんで、ありがとうございました。マジ？ありがとう、ありがとう、トートがなし、ありがとうございます。皆さんぜひ落ち着いたら世論に来てください。世論は待ってます。バイ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 。なんでバイ。かわいいね。今日は走ってみて感想を教えていただけますか。もうすがすがしい気持ちですね。自分音楽やってまして、全国を歌い、そして走ることも好きで走ってましたので、そういうシンガーソングランナーという活動をしてまして、その集大成だと思って今日はすごく幸せな気分で走らさせていただきました。沿道の方となんかまさにこう会話しながら走られているような感じでしたけど。はい、ライブで奄美によく来るので、知った人たちとか友人たちも沿道におりましたので、その応援がありがたかったですね。ご自身の活動ですとか、また今回の聖火リレーとか、どんな思いでこうやられてるんですかね。はい、自分のやっぱりその歌を応援してくれる人たちの力をやっぱり受け止めて、これからは自分もそのいろんな方を勇気づけたいというか、応援したいという気持ち、そういう歌を作りたいというふうに深く思いました。今回はまた気持ちを新たにする機会になりましたね。そうですね、またこれからも歌い続けたいと思いますし、走り続けたいと思います。大きく育ったつこの僕らはあの人今頃はどこでどうしているのかな。風の噂では扉の向こういると聞いた。桜咲くよ桜咲くよ桜、桜舞うよ桜舞うよ桜、桜散るよ桜散るよ桜、桜咲くよ桜咲くよ桜。今回の聖火リレーは沿世話になったあの人に長い手紙を書いてます。綺麗な文字ではないけれど、
心を込めて書いてます。ボーツボーツ、あなたに会えたら言いたい言葉。ありがとう。あなたと暮らしたあの日々は二度と戻りはしないけれど、夜空にきらめく星のように忘れたことなどありません。ボーツボーツ、最後にあなたに言えるとしたら、ありがとう。